はい、YouTube の皆さん、こんにちは。大村耕作です。累計発行部数3400万部の大人気コミック、クロスジジシリーズがついに2004年にテレビアニメ新シリーズが発表されました。わー、すごいですね。楽しみですね。さらに、セバスチャン・ミカエリスの声優を前作に引き続き、小野大輔さんが演じることが決定いたします。VTR どうぞ。あくまで執事ですから。皆様こんにちは。アニメ黒羊にてセバスチャン・ミカエリスを演じております小野大輔です。この度新シリーズのアニメ化が決定いたしました。第1期のアニメが放送されてから15年、そしてですね、6度目のアニメ化となります。さらに新スタッフ陣での、アニメになるということで、どんな黒執事が見られるのか、僕自身もワクワクしております。ぜひ皆様も楽しみに待っていてください。皆様こんにちは。アニメ黒執事でシエルファントムハイブ役をやっている坂本真綾です。今度アニメの新シリーズの制作が決定しました。本当にびっくりしたニュースだったんではないでしょうか。アニメ1期が2008年、あれから時を経てまたシエルになれることを本当に嬉しく思っています。セバスチャン役の小野大輔さんと一緒にしっかりと演じていきますので、ぜひ皆さんご覧になってください。黒執事新シリーズ、皆さん見てくださいね。坂本真綾でした。次のテレビアニメはすごく絵が綺麗で面白そうでした。放送が開始されたら皆さん見ましょう。さらに前作に引き続き、シエルファントムファイブ役の声優を坂本真綾さんが演じることも決定いたしています。放送が開始されたら見ましょう。そうそう、お別れの時間が来てしまいました。チャンネル登録お願いいたします。皆さんバイバーイ。